愛子駅は、宮城県仙台市青葉区、愛子中央一丁目にある、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。仙台方面からの列車は大部分が当駅で、折り返しとなり、伊勢では、快速列車、普通列車合わせて、毎時1から2本が運行されるのみである。秋本線口の複名を持つ。1929年に、仙山東線の終点駅として開業した。 関山街道の愛子塾の近くにできた駅で、当時の広瀬村の中心駅であり、合併して宮城村ができるとその中心駅となった。西に路線が延長されるまでは、機関車の転車台を備えていた。2001年、皇太子なる人新郎夫妻の長女である、年市宮愛子内新王の誕生によって、全国的に有名な駅になった。入場券は、 普段1日1枚ほどしか売れないが、名前が発表された12月7日には、記念に買い求める行列ができ夕方まで1 0 0 0枚以上、売れた。JR 東日本によると、7から11日の5日間で、約3万3200枚売れたという。改装及び、自由通路建設前の様子。旧駅舎と自由通路。ホーム右が一番線。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。駅舎は単式ホームに面しており、互いのホームは仙台方にある構内踏切で連絡している。構内踏切にはスロープがあり、車椅子などが使用可能だが、列車とホームの間に段差が生じる。駅出入口付近と北側を結ぶ歩道橋が設けられている。 開業以来の木造駅舎は2018年に鉄骨平屋建ての駅舎に建て替えられた。JR 東日本東北総合サービス住宅の仙台地区センター管理の業務委託駅で緑の窓口、自動券売機、自動改札機、LED の発車案内が設置されている。2014年3月末までは、キオスクも営業していた。JR の特定特使内制度における 仙台市内の駅である。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は4269人である。1日あたりの乗車人員は、1960年度は869人であった。1960年代後半から1970年代前半にかけて減少し、 1975年度から1981年度までは600人前後で推移した。その後は増加傾向となり、1985年度には1000人を突破し、2017年度には4000人を突破した。10002000300040005 零零零、1960年度、1970年度、1980年度、1990年度、2000年度、2010年度、駅前広場。線路は東西に走り、駅舎の南に、駅前広場がある。道広場の中心にあるしだれ桜は、愛子駅の開業時に、近くの小愛観音堂から分けてもらったものである。現一には二千年頃に移された。この桜の存在から、 駅前広場の樹齢50年を超えるしだれ桜の木は春には鮮やかな花を咲かせ乗客の目を楽しませる駅として愛子駅は東北の駅100線に選定された。駅前広場から宮城県道134号愛子停車場線が南に伸びすぐに東西道の佐久並街道と交差する。さらに南に直進する道は宮城県道132号は基本線。 愛子線である。この道を南進し、駅の南約600メートルで直行する東西道が現在の国道48号、愛子バイパスである。この周辺から南側は市街化調整区域として水田が残されている。秋保温線、愛子線をそのまま南進すると、万山丘陵場の新興住宅地である西木が丘に至る。愛子駅の周りは東西に長い市街地で、 駅の北側約600から800メートル先を流れる広瀬川まで低層住宅地である。この市街地にはかつて広瀬村役場があり、駅の東側の現在の青幕、愛子東6丁目4に所在した。広瀬村は大沢村との合併を機に宮城村となり、翌1956年に役場を駅の南東にある現在の宮城総合支所の地に移転した。 宮城村は1963年に調整を施行して宮城町となり、1987年の仙台市との合併後、町役場は仙台市役所青葉区役所宮城総合支所に転用された。総合支所の敷地内には仙台市図書館の広瀬図書館などが入る広瀬文化センターなどが立地している。愛子駅は広瀬村以来、 この地方の行政庁舎等の最寄り駅としての歴史が続いている。1980年代から愛子駅周辺が仙台市のベッドタウンとしての開発され始めると、駅の乗車人員は顕著な増加傾向を見せ、愛子副都心構想も生まれた。現在は駅周辺でマンション開発も進んでいる。駅ロータリー以外の愛子駅停留所と駅から、 南の国道457号に設置されている愛子駅前停留所がある。設定本数は愛子駅前停留所の方が多い。記事本文利用状況。ありがとうございます。